メルビル岬はオーストラリア、ヨーク岬半島の東海岸に位置する岬である。西にはプリンセスシャーロット湾がある。メルビル岬国立公園の一部。ピポン島は岬から北へ約6キロメートル。ヘイルズ島は東へ約2キロメートルの場所にあり、どちらもグレートバリアリーフ海洋公園の一部となっている。キング島は岬の北西数キロメートルに位置する。 岬の最高峰はアビーピークで1901年にイギリス海軍の HMS ダートに乗船していたマンロー中佐によって命名された。岬は2億5000万年前に形成された花崗岩の路頭で構成されている。岬は失われた世界と形容されてきた。いくつかの動物種が熱帯雨林の孤立した地域に数百万年前から生息していた。 花崗岩の巨歴が積み重なっていることが、山火事がこの地域に影響を与えるのを防ぎ、湿気を保っている。2013年3月、科学者と映画制作者のチームが、メルビル岬にある小さな山脈、メルビル山脈の頂上にある霧のかかった熱帯雨林に足を踏み入れ、数少ない人間の訪問者の仲間入りをした。メルビル岬周辺の動植物賞は多様で、 フォックステールパーム、ケープメルビルリーフテールや森、ケープメルビルシェードスキンク、ブロッチドボルダーフロッグなど、いくつかの固有種が含まれている。ありがとうございます。